ジョン・マカリスター・スコフィールド、ジョン・マカリスター・スコフィールド、ジョン・マキャラスター・スコフィールド、1831年9月29日から1906年3月4日は、アメリカ合衆国の軍人、政治家。南北戦争では、北軍の陸軍少将として指揮を取り、戦後は陸軍長官と陸軍総司令官を務めた。 1831年9月29日、スコフィールドはニューヨーク州ゲリーにおいて誕生した。スコフィールドは1853年にウェストポイントの陸軍士官学校を卒業した。スコフィールドは、砲兵隊で2年を過ごした後、1855年から1860年まで陸軍士官学校で自然哲学と実験哲学の准教授を務めた。 続いて1861年までは、ミズーリ州セントルイスワシントン大学で理学の教授を務めた。南北戦争が勃発すると、スコフィールドは北部を支持し、ミズーリ州の志願兵連隊に少佐として参加した。スコフィールドはナサニエル・ライアン少将の下で参謀長を務めた。1861年8月、スコフィールドはライアンと共に、 ウィルソンズ・クリークの戦いに参加した。北軍はこの戦いに敗れ、ライアンは戦死した。スコフィールドは、後に、この戦いにおける、顕著な勇敢さを評価され、名誉勲章を受勲した。スコフィールドは1861年11月21日に、四願平準章に昇進し、続いて1862年11月29日に、少将に昇進した。 スコフィールドは1861年から1863年まで、ミズーリ州内で様々な軍務を遂行した。この間の1862年10月12日から1863年3月30日まで、フロンティア軍の司令官を務めた。1863年4月17日、スコフィールドはカンバーランド軍第17軍団で師団を指揮した。 1864年、スコフィールドは、ウィリアム・シャーマン少将の下で、アトランタ方面作戦に参加し、オハイオ軍司令官として、指揮を取った。シャーマンは、アトランタ陥落に成功すると、続いて、ジョージア州を横断する海への進軍を行った。スコフィールド率いるオハイオ軍は、シャーマンの軍隊から離れ、テネシー州において、ジョージ・ヘンリー・トーマス少将を率いる。 カンバーランド軍と合流した。1864年11月30日、南軍のジョンベルフット中将を率いるテネシー軍がテネシー州内に侵攻し、第二次フランクリンの戦いが起こった。スコフィールドはトーマス少将と提携し、フット中将の軍を撃退することに成功した。12月15日から12月16日にかけて、スコフィールドはナッシュビルの戦いに参加し、 トーマス淳将の決定的勝利に寄与した。スコフィールドは第二次フランクリンの戦いでの功績を評価され、11月30日に常備兵淳将の階級を与えられた。さらに1865年3月13日、スコフィールドは名誉少将に昇進した。1865年はじめ、スコフィールドはノースカロライナ州において、シャーマン少将と共に、 軍事行動を行うよう命じられた。スコフィールドは軍団を率いて鉄路と船で移動し、17日をかけてノースカロライナ州ウィルミントン南方のフィッシャー要塞まで到着した。2月11日、スコフィールドはウィルミントン市内へ進行し、2月22日にウィルミントンを占領したウィルミントンの戦い。3月10日、スコフィールドはキンストンの戦いでも勝利を収め、 3月23日にゴールズバラでシャーマン少将と合流した。南北戦争後、スコフィールドは外交特使としてフランスに派遣された。スコフィールドはメキシコに駐留するフランス軍について撤退を要望した。続いてスコフィールドはアンドリュー・ジョンソン大統領からバージニア州で暫定の軍政府長官に指名され、レコンストラクション最初期の軍事占領を進めた。 1868年、ジョンソン大統領は、陸軍長官を務めていたエドウィン・スタントンを、行政府から追い出し、暫定の公認として、スコフィールドを指名した。スコフィールドは正式の公認となるジョン・アーロン・ローリンズ、が、上院の承認を得る1869年3月まで、ジョンソン大統領の下で、第28代陸軍長官として職務に就いた。 スコフィールドは退任直前の3月4日に陸軍少将に任せられた。1873年、第30代陸軍長官ベルナップはハワイ諸島においてアメリカがどのような戦略的影響力を持てるのかについてスコフィールドに隠密調査を依頼した。スコフィールドはおよそ1年をかけて報告書をまとめ、新自案はアメリカにとって戦略的に重要であり、 軍港を築く価値があるとしたスコフィールドは1876年から1881年まで陸軍士官学校の学校長を務めた。スコフィールドの在任中、アフリカ系アメリカ人の士官候補生、ジョンソン・チェスナット・ホイッタカーが同輩に攻撃受けたと主張した。だが、ホイッタカーの主張は偽りであると申し立てられた。その結果、ホイッタカーは、 軍法会議にかけられ、士官学校を追放された。その後、この出来事に関して議会が調査を行い、スコフィールドは、士官学校の最高責任者としての地位を取り上げられた。スコフィールドは1888年8月から、引退する1895年9月まで、アメリカ合衆国陸軍総司令官を務めた。1895年2月5日、スコフィールドは、 陸軍中将に昇格した。1906年3月4日、スコフィールドはフロリダ州戦闘オーガスティンにおいて死去した。スコフィールドの遺体はアーリントン国立墓地に埋葬された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。